はい、皆さんこんにちは、マグです。本日もどうぞよろしくお願いいたします。本日はですね、ゲストをお呼びしました。どうぞ。はい、マグさんの息子さんのコマグです。コマグちゃん、本当皆さんお久しぶりです。コマグちゃん、こんにちは。どうもこんにちは。今日はね、ちょっとやってみようと思うんですよ。そう、まだミゲットのキャラを引くためのガチャをやるんですよね。そうそう、ほんとね、そのキャラというのはね、京都だったと思うんだけど、確かね、土方紅しちゃんをやってみたいなと思います。星5キャラではね、持っていないキャラはね、その紅しちゃんだけなんですよ、うん、そんなわけで、そう、ちょっとね、まあ、最後の一発目ってことで、ちょっと弾けるかどうか自信ないんですね。前回やったほら、宮園いろはちゃんが最後の最後でゲットできたんだよね。そう、60回目、60連ガチャでやって、もうそれで打ち止めにしようと思っていたら60回目だな。もうまさにこれは神が運を与えてくれたと言ってもいいって感じだね。もうそんな感じなんでね、ちょっとね、またちょっとコマグちゃんを呼んで、なんかその運をちょっともらおうかなと。まあでもコマグちゃんはね、もうすぐ今週ですね、今度の金曜日に高校受験という、もうめっちゃ最後のラスト勝負がある。めっちゃ大事な局面なんですけどね、そのコマグちゃんから運を奪おうというのは、まず鬼畜にも等しい所業なんですけども、まあ、大丈夫だろ、しょうちゃん、まあ、小牧ちゃんだったら、まあ、大丈夫ですよ。大丈夫だよな。よし、というわけで、まあ、高校受験の運と、このガチャの運は違うから、別物だから。あ、そうかそうか、違うのか、なるほど。よし、というわけで、じゃあ2人で行きたいなと思います。2人で引くぞ。2人で引くぞ。でもまずは、ちなみに僕、福引きとか、おみくじとか、そういう運をかけるものが大好きなんです。まあ、この前、そう、ごめんなさい、ちょっと皆さん、ちょっと桜革命とはちょっと違うんですけど、この前ね、コマグちゃん当てたんですよ。ちょっとあそこ開けて、あれ持ってこい。はい。なんとね、皆さんにすごいものをお見せしちゃいましょう。すげえんすよ。セブンイレブン行きまして、2人で、でもってね、エヴァンゲリオン一番、そう、25周年のその一番くじやったんですね。で、私がほら、綾波レイのファンですから、綾波欲しい欲しいってことでやってたんですけど、そのうち、半分をですね、コマグちゃんにやってもらったんですけどね。そしたらなんとコマグちゃんが当てたんですよ。見てやってください。ではお見せしましょう。3、2、1。引っ張るね。いくぜ。じゃじゃーん。A 賞 F エヴァ初号機覚醒バージョンですよ。当たったんですよ、これが。なんとですね、まさかの当たっちゃったんですよ。当たっちゃった、びっくりしました。私も3回目か4回目でもう当たっちゃったんですよ。そうだよな。はい、なんか当たったのって感じでびっくりしました。もうお店の店員さんもマジで目を丸くして、ってびっくりしました。でね、その他にもなんかカオルちゃんもなんか3個ぐらい当てたんだよね。うん、あ、違う、カオルちゃんっていうか、カオルくん、カオルくん3個ぐらい当てたんだよ。はい、こちらがカオルくんです。そうそう、お父ちゃんの大好きな。うん、であとね、まあ、綾波とか、アスカも当たったんですけど、まあ、そのあたりかなんかまた別の時に、はい、ご紹介したいなと思います。はい、というわけで、ありがとう、コマグちゃん。また閉まっといてくれる？はい、よし、はい、じゃあそこ閉めて、そこ閉めて。はい、ありがとう。痛い。あった。大丈夫。じゃあ行きますよ。ってわけで、では引きます。ちょっと、ね、この強運をですね、ちょっと分けてもらおうかなと思いまして、そう、それで、そう、お呼びしたんですよ。そう。な、いや、コマグちゃんなら多分ね、引き当ててくれんじゃねえかっていうね、そういうのがありまして。では行きます。いよいよ桜革命本日のガチャ、そう、メインイベント。セーガー。セーガー、おー、知ってるね。いいね、コマグちゃん、セーガー大好き。桜革命、花咲く乙女たち。よし、行きますよ。まあ、足りますように。うん、ね、まずちょっとね、100いくつ残ってるから、180個か、だからね、まずはちょっとね、115個だが買って、それで一応と10連ガチャ分ちょっと用意しておきますね。とりあえず110個、まあこれでいいか。とりあえず120個分買って購入する。はい、ワンクリックで購入 OK。 これで300個を超えましたんで、そう、なのでこれで300個を超えましたんで、10回分確保できました。しかしですね、10回ごときで当たるとは全く思ってませんので、
10回じゃ、そう絶対無理だよな、そんなのなん10回で当たったらもうその人、うん、役に立つもの仕入れといたよ。最低でもやっぱ30回回せなくちゃいかんってことで、それでなんでこっからまたですね30回分買っちゃいたいなと思います。900個もう、ま、いきます。もう魔法石全部使っていくぜ、頼むぜ。てか行きます。てか本当に無限にガチャができる魔法石使いですよね。本当だよね、無限にガチャ、好きなだけ好きなだけ回せるよってのがあるよと嬉しいんだけどね。よし、では確認しましょう。1200個つまり40回分ですね。でもって一応ね、一応今日の予算としては2万円を考えてます。一応いや、うん、やっぱ2万考えてまして、まあ一応あの1万ちょっと使っちゃったんで、だからまあこの40回にね、あの当たればいいんだけど、当たれば もし当たんなければあと30回だけ引いてみたいなと思うんですよ。だからね、この40回でなんとか勝負を、蹴りをつけたい。もういい加減当たんなきゃやばいんですよ。やばいんですよ、気になって気になってしょうがない、うん、ここでねベニシちゃん引き当てないとね、まあ、当分ダメ、あの、ね、復刻なんて来ないじゃないですか、そうそう簡単には。だからちょっと勝負かけてるんです。では行きますよ。じゃあコマグちゃんいくよ、いい、はい、じゃあコマグちゃんこのいい加減、こうあのガチャってやつやってくれ、ガチャ、ね、ガチャこれ OK。 そして待って待って、確認、もがみむつはちゃんとひじかてべにしちゃん OK。 よし10回調査いけ、いけ、調査する、調査しますよ OK。はい、オッケー、来い来い来い、おし、さあ、さあ、さあ、あとは祈る、あとは祈る、開いてくれね、開いてくれね、開いてくれね、あ、開いた、あ、一応開いて、開いて、ちょっとうるせえ、頼む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 、来て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 、お願い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 、頼む頼む、だから、あー、ごっか、だからここはもういらないんだよ、あー、頼む頼む頼む、でもね目が見開いたからといってあの当たるとはね限らないんだよ、それがね辛いとこなの、うん、キャラがまず来ないことに話にならん、あーダメだ、あよかったよかった、あいやあのピヨピヨ来ないと、これピエちゃんかな、うん、そうだな、もっと多くの動画、なでしこだ、まあいいよいいよ、うん、さあどうだかな、京都だっけか確かベニシちゃんは、だからね京都のあたりでまずね止まんないとダメなんだわ。私のドレスは、お、ひめかちゃんが18になった、いいな、これは嬉しい、うん、肩ごっかい、やべえな、桜木くんでガチャがあるんで、5符が異常に多いんですね。そうそうそう、5符、5符多いよ、ほんと多いよ、また5符か、なんか前回も2回連続5符だったよ、いや5符がね、3、4回連続で来るなんてもうザラだから、そうなんだ、そう、漁師甲冑、あー懐かしい、お願い、京都に泊まって、京都に泊まって、まず京都に、またビエちゃんか、レベルが上がってくるね、ビエちゃんか、あとで十字町ちゃんという可能性もあるんだよね、もっと多くの動物さんと、さあ今日でも前回宮園いろはちゃんでやっぱ運使い果たしちゃったかな、しかしその運を、あの運の補充をね、あのコマグちゃんにお願いしたからどうにかね、コマグちゃんならね引き当ててくれると思うんですよ。あー来ちゃった、ここで5符で星5が来ちゃったか、きついな、これダメだな、5符で星5来たらダメだな、うん、ダメだ、剣豪誕生、5符で星5が来ちゃったらもうまずアウト、うん、多分この10回はダメだろう、うん、あー外れました、まあいいや、じゃあ気を取り直してちょっと1回ちょっとあの流れを変えましょう、ここで一発1回抜けます、一回抜ける。1回抜ける。で、この状態で次、調査、ガチャ。あ、まあ、違う違う違う。ここで、まずまた、ガチャ、調査。やってくれ。そう。で やるよね、やって。で、待って。もがみむつはちゃんとひじかとめんしちゃん。OK。もう一回10回。行ってくれ。頼む頼む !OK!OK! 来てくれ、調査する、行ってくれ。お願いで
からさ。だからね、君だけの眼鏡開く開かないはもうね、気にしない方がいいよ。あ、開いたからつって絶対来ると限らないし。別に開かなくたって当たる可能性ある。そうそう、開くなくても当たる可能性全然あるの。だと現にほら、あの今まで何回かあるんですよ。あの宮園いろはちゃんもそうなんですけど、私あの星5が来るときってね、だいたいね、あの君影開いてないんです、確か。うん、有野ちゃんの時もそうだったんだよ、確かな。砂原有野ちゃんの時も全然、あの確かそうだったんですよ。星5、ベニシちゃん、きついな、きついきつい、すごいね。きついな、ガチャなかなか上がんねえ。そう簡単には来ないね。やっぱピックアップだからといってね、確実にね、そのピックアップキャラが来るとは限らないわけで。あ、九州だ。九州は誰だっけ、クスノちゃんか。これで、あー、レイちゃんか。あ、レイちゃんじゃ、リンちゃんか。そうそう、リンちゃんの話あんま来るの、うん、うん、そんなダブんないから。多いな。ゆうちゃん、まあでもゆうちゃん好きだからいいんだよ。お、よよ、よし来た、よし、これで革命。夏美ちゃん来い、夏美ちゃん来い、夏美ちゃん、夏美ちゃん来い、来たー、夏美ちゃん来た、オッケー、当たり、来た、今まで来てなかった子が来た、やっと夏美ちゃん来た、やっと死んだ、うわー、やったー、夏美ちゃん来たー。よーし、これで2つだった目標、うん、2つだった目標のうち1つはあの達成しました。夏美ちゃん来た、やったー、超かわいい夏美ちゃん、やったー、嬉しい。かわいいだろ、かわいいだろ、かわいい、めっちゃかわいい。しかもこれいい子なんだよ、超いい子なんだよこの子。山口出身、長門夏美、ギタリストだ。日本を救ってやるぜ、救ってくれ、俺も救、俺のガチャも救ってくれ、頼む、お前のロックで、マグのロックを救、マグのガチャを救ってくれ、よろしくね。オッケーオッケーオッケー、行きましょう。ちょっと満足、うん、ちょっと満足。夏美ちゃん来た、あー嬉しい、星4キャラ来た、あーやったやった、嬉しいな。つうことはもうこれは来ないだろう、おそらく。また、え、そうそう、ピヨピヨって何、複数のあることあるんだ、知らなかった。え、そうか。レベル上がったよ、やったよ。マジかよ、そんなことあんの。そうそう、レベル上がった、うん、いやこれマジで、いやこれ今日も目的以上にすごい、なんだかね。いやもう最終目標はベニシちゃんなんだけど、でもね、あの今のがちょっと面白かった。なんなの今の、今まで来なかったのが連チャンで来るとか、嬉しいな。ねえ、逆にそっちに運を全振りしちゃって、ベニシちゃん今日絶対来ないとか、やべえ、そんなことになったらやばいだろ。まあいいや、とりあえず夏美ちゃんが2回連続当たっちゃった、ありえないんだけど。よし、ちょっと逆にすごい、よし、まだ乱数調整しよう。よし、ここでまた一発抜けた、よし、ガチャガチャいけ、待って待った、ムツトバちゃんとベニちゃん、オッケー、10回調査いけ、ゴーゴー、頼むぜ、頼む頼む、ほんと来てくれ。そう、全然気にしない、もうこれはもはや全然気にしてない。今日はまたきつい戦いだな、何にしてもな。前アンジェリカなんちゃなん、なんて、あの、あ、ま、なんだっけ、間違いだかなんだかでやっちゃった、10回のうちなんか2、3回目で来ちゃったんですよ。それでなんかびっくりしちゃって、おお、また来た、よし、この5回嬉しいんだ。
久しぶりまだだ。さあどうだ。あーまたピュピュまた夏美ちゃんだったりしてなんかなんだよそれって感じになってしまったら大笑いなんだ。なんかレベルがどこは嬉しい、まあ、嬉しいんだけどね。まあレベルが上がれば上がる。これで違うけど違うんだけどねなんかびっくりした。いやこれこの流れだったらまた夏美ちゃん来たらすげえなと思っちゃったんだけど。あー星5の5かきついな。場所が違う。ダメだ場所がやっぱ京都だからね。やっぱりベニシちゃん確かね。だからまた夏美ちゃん。あまたこの子か。なんか偏りが激しいな。ああ本当に悲しい。またまた夏美ちゃん。違うか。猿起きちゃうんだけど、なんだか正直。また星五五福か。でも声優の講座しちゃったら嬉しいぞ。あ、なるほど。新しいやつ。あ、これ持ってなかったのか、俺。ニュー。うん、ニュー。爆走チョコレート。あ、これ持ってなかった。持ってるかと思ってましたけど。ピヨピヨピヨ。君影が映んなくなっちゃったんだな。現実的に。なんでだろう。まあいいや。より高く。お、ゆうちゃんやったー。ゆうちゃん大好き。ゴフトキャラがね、お茶混ぜになる闇鍋ゴフト、あの闇鍋ガチャですからきついんですよねこれね。え、闇鍋ガチャ。いや。ないとかそういうのはないから、そう全部混ざってんの。じゃあとりあえずねあと10回ですね。これでちょっとこれが本当勝負なんだけど、もしこれで外れても、うん、まあ課金しますよとりあえず。仕方ないから。よし仕方ないからやりますよ。仕方ないから課金だ。調査ガチャ。まあ本当なら課金ってあんまりしたくないんだけど。そうしたくないし。はいはい。はい、ムスカちゃんとベリシちゃんね。はい、オッケー。オッケー。10回調査。さあ、行ってくれ、ね。お願いしますよね。もうこれ。ほんと来てよ、マジで頼むよ。ほんとにこれ以上か、もう課金なんて俺だって本当に嫌なんだから。恥ずかしがらないで、もう出てきてくださって全然オッケーなんで。来てください、ほんとマジで。いや、別に開くても開かなくても。もう全然当てになんないからいいよ。にゃんにゃんにゃん。頼むぜ、来てくれ。いきなりゴフかよ。40回目にもうね、あ、差し掛かってんだけど全然来る気配がなし。これ見ることなかったな。来るから。あ、持ってるよこれ。なんか回復するんだって確かこれ。そういう時もあるんだよ、ゴフばっかっていうね。ゴフ多いな。え、そんなことないから大丈夫って。あ、そうだね。いくらも。うん。ちょっと。またゴフかよ。なんなのこれ。ちょっとこれゴフとやっぱキャラね、分けた方がいいよやっぱこれ。ダメだよこれじゃ。うん。うわー、ダメだ。ひどいな。キャラは全然出ねえ。だしょね、勝負も何もないからこれだ。これじゃあ5分やれんだよもう。でも星3だからなこれじゃな。きついわこれ。最後の40回目の時にこれはきつい。
ダメだ、これはダメだな、来ないな、これダメ、うん、これでもう終わりじゃない、下手すると、あ、違うか、あと1回あるみたい、ダメだ、また僕だダメだ、これはきついね、うん、これで最後でしょ、これで終わりだろ、うん、ダメだ、終わっちゃったな、ちょっとこれダメだな、これよし、今日の予算、やっぱ予算いっぱいに使うことになるのか、しょうがねえな、やるぞ、これで10回調査で良質衣装購入いっちゃいます、もう予算いっぱい、こうだったらもう課金するわ、限界いっぱい課金します、本当はね、あ、基本ガチャはしたくないんだけど、しかしここは一発勝負したいと思います、でもガチャ楽しいよね基本的にね、まあ、基本的に楽しいってのが、ね、また困っちゃうんですよ、なんかお腹すいた、ちょっと一旦ここで僕は、うん、朝飯食いに、よし OK です、分かりました、ここで一発、じゃあお父さんが勝負します、さあどうだろうね、果たして、じゃあちょっとね、こまぐちゃんが飯食いっちゃいましたんで、うん、ああどうだね、分かんねえ、まあ、やってみましょう、とりあえずいきます、あ、間違えした、10回調査、あれ、あ、いいのか、調査するだよね、調査する、OK、さあどうだ、果たして当たってくれ、頼むよ、こまぐちゃん飯食いっちゃいました、にゃん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 、頼むよ、 OK、 頼むよ、これはちょっとね、逆に当たるまでやったらぜというような気合がみなぎってきましたね、逆にそれ気合っていうかバカだろって、ただのしかしさっきの40連目の時すごかったな、ゴムばっかだった、闇鍋ってやっぱやめてもらいたいな、やっぱりな、基本的に、あ、だってそうでなくてもさ、低いんだからさ、出現率がさ、なんかグーグーなってます腹が、やばい、やばいね、うーん、星5来たのはいいけど四国じゃな、そういう、あ、そう、そうか、そういうこともあるんだよね、星子は来るけどかぶっちゃうということもあるんだな、ピヨ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 、でまた夏美ちゃんか今日は多分あれかな、もう夏美ちゃんが来るのってなんか運使い果たしちゃったかな、多分これで、もっと、うん、多分そう、うん、それも十分考えられるな、ほんとマジな話、70回じゃきついのか、もしかしたらあと1万ぐらい使わなきゃダメか、これマジで、よし再調査いっちゃうぞ、ここでちょっと、うん、ちょっとやってみよう、ちょっと流れを維持しよう、うん、一応星5出たからね今ね、だからちょっとこの流れを引き継ぎたいな、やっぱりな、ちょっとな、星5がまず出ないことにはね、ダブリも何もないわけで、ちゃんかクソちゃんか、リンちゃん多いな今日な、
前回はあれか、宮園いろはちゃんが60回目に出た。果たしてどうだ今回は。な、何回目で出るかというよりかはもうほんとも、そもそも出るか出ないかですよね、ほんとね、マジで。そこが勝負、うん、そこが問題なんだよ、出るか出ないか。きついな今日もな。やっぱりやっぱ、うん、さ、桜革命やっぱガチャ渋いな、やっぱりな。うん、決して当たりやすいとはやっぱ言えないですよね、やっぱりね、うん、難しいよ。まずこの銀が来ないことには始まんないわけです。さあどうだ、うん、これもきて、まあね、外れなら外れで一応ハズレ動画あげますよ。とりあえず70回とか100回くらい使って、あーマグ外れちまったかーっていう、それを笑ってもらうっていう。まあそういう時もあるさっていうね、そういう感じで楽しんでもらおうかというふうに思います。厳しい戦いだぞ今日も。あと何回残ってる？さっき4回でしょ。そっか。さっき4回回したから、4回って40連やっちゃったから、これの最後の時にじゃあ、いろはちゃんが来たんで、前回は。そう考えると、やっぱなんだかんだ、ね、よく当たったもんだなと思うな。今回全然ダメでしょ、これ。なんか、まるっきり。当たる気がしねえ。ダメだね。外れちゃったね。ここはちょっと1回抜けましょう。やっぱり。一回抜けて、よし。ガチャ、いきます。あと何回？あと10回か当たったの、これダメかもしんない。ダメだな。きついぞ、これ。きつい戦いだな、今日は。調査頼むよ。頼むよ。ベニスちゃん、おいで。カモン、カモン、カモン。ベニッシュカモン。さあどうだ、まずはゴフか。努力はこれももうだいぶかぶってる。またゴフを、いやーしかも星5のゴフが来てしまった。星5フが来ちゃったよ。ダメだなこれな。星5フが来ちゃっちゃ星5乙女は来ないだろう。もうきついわこれ。ダメか今日。ダメだな。うわ5フばっか。ちょっとダメだな本当マジで。引きが弱い。5分祭りが始まっちゃったか。まだやばいぞこれ。きついな。うわ、なんなのこの5分が続くってる。これちょっとこれやめてもらいたいマジで。確率無視してるでしょこれ完全に。乙女が来ないことには話になんないわけで。ダメだ。今日は本当ダメだ。ダメだ。ダメだ。一回五分祭り始まっちゃうとそう簡単には終わんねえ。もう本当ね、運営さん頼むよ。これ闇鍋やめてマジ。これひどすぎるよこれ。だってもしかしてこれ何、これ全部5分これ。マジでこれちょっとひでえよこれ。ちょっと運営さんこれやりすぎだよこれ。いくらなんだってひどいこれ。これはダメでしょ。こういうね、悪辣な真似しちゃダメだよ。ちょっと良質推奨購入やっちゃうよこれ。もうここは勢いでやっちゃいます。
ワンクリックいきます。これはダメでしょ。ちょっと時間置いてやった方が良かったかな、それとも、うん、まあでもいいや、とりあえずやっちゃいましょう。これダメだね。よし、これ再調査やだ。ちょっと一回マジ落とそうかな、これ。うん、ちょっとこれね、完全に落とします、一回これ。うん、一回落とした方がいいかもしれない。これダメだな、これ一回落とそう。よし、これでちょっとやってみようか。いや全部5振って、これひどいよ、さっきの。いやダメだ、あれあれはちょっと運営さん見直した方がいいよ、マジで本当に。うん、切れる人はマジ切れるから、あれ本当にひどすぎるよ。私も半切れですちょっとあれはひどい。ムツハちゃん、ベニシちゃん、間違いなし。 OK、 いきますよ。これはダメだよ霊力調査ロケット発射準備、カウントダウン。ちょっと気持ちを落ち着かせて全身集中、全集中。いきます。あー、これで100回回すことになるんだ。100回回して押し来なかったらどうしよう、本当やばい。これはもうこの予算、もう予算完全にオーバーしちゃってるわけで、ちょっとこれダメだ、回せない、これ以上はね回せない、マジで。うん、今日ダメ。まだ五分祭りは続いているのか、恐ろしいことがある。やっと流れを断ち切った流れを断ち切ったやっと五分祭りがやっと終わった。今まで散々来なかったのに散々来なかったのがね、あの来てくれることになったのはマジで嬉しいんですけどちょっとダブんなくていいからさ、ベニシちゃん頼むよ、お願いだよ本当に。疲れたよ、なんかすでにヘロヘロです。ベニシちゃん難しいな、やっぱな。なんだっけ、なんかチャンボンボンさんだっけかな、確か誰かなんか、ちょっと回してみたらなんかベニシちゃん来ちゃいましたっていう、なんか羨ましい人もいて、やべえ、やっぱ普段の行いかなやっぱでもまあ乙女が出るようになってくれたこの流れは一応まあ回復してきたんでよかったっす、とりあえず。うん、頼むよ、ほんと頼むよ、マジで。霊力調査ロケット発射準備ユスラちゃんかな。シマとユスラちゃんあたりか。違うか。あそこ淡路島。五分祭りはきつかったね、さっきの本当に。
またゴフ祭り始まんなよ。マジで俺ひどすぎる。ちょっと俺もきついな。誰だ、中部近畿地方。これでこの子か。来る気配が全くないですやばすぎる、これはやばい。君影の確変がまた入ってくれればまた話別なんですけどね。これでよりまた星5か。せめてね、声優の志来てよ、ほんとマジで。あーだまだまた今日偏っちゃってるね。ここはちょっと一発今まで違うやり方で再調査やってみましょうか。ラストかな、これで。ラスト100連目いっちゃいます。ついに まあ、どうでしょうね。ダメなような気がすんな、今日もまた。これあと一番追加して当たるってことなんか全然ねえし、本当もう底なしになっちゃうからね、本当に。マジここはちょっとやっぱ強い気持ちを持って逆に諦める、そうあのね、やめる勇気っていうのもやっぱ必要ですからやっぱりこれでダメだったらもうやめようかな、とりあえず。ダメだな、多分これで来なければもう多分今日ダメだと思う。まあベニー、まあね、自分に言い聞かせましょう。とりあえずベニーちゃん一応星5ではあるけど、ほらキノコだから。で、ヒノコはまだ結構持ってるんでね、なんだかんだ。マミヤちゃんもいるし、イロハちゃんもいるし、あとウチカちゃんもいるし、まあいいやと思ってとりあえず。でもベニシちゃんの方は刀抜くじゃないですか、必殺技の時。あれかっこよくないですか、好きなんですよあれ。ズラララララララって抜く感じがね、あれが大好きで、あの演出が。妖刀って感じでね、あれ欲しいんだよマジで。ほんとすげえかっこいいから、あの演出が。どうでしょうね。きたー、オッケー、よっしゃー、オッケー、オッケー、オッケー、やったー、きたー、やった、やりました、きたよ。嬉しいわー、マジで超嬉しいやったー、厳しい戦いだったほんと今回は。京都出身土方ベニシちゃん、現代に蘇った新選組さ、いいねいいね。現代に蘇った新選組、またこの新選組の千の字をちゃんと分かってらっしゃる、嬉しいねやっぱり。と見せかけて実は誠のことはそのうちにね。いや、この子なんか指導不覚悟の心得をちゃんと身につけてそうな感じがしますね。なんかやばい、しかも漁師かっちゅう、ほんとか、漁師かっちゅう、漁師とるってほんとかっこいいっすね。やっぱみんな言ってますよね、なんか土方ベニシちゃんの漁師ドレス一番かっこいいんじゃねえとかっていう話を。かわいいな、またな、しかもな。いやー嬉しい、すっげえ嬉しい、やりました。ピックアップやっぱ仕事してますね、やっぱりね。さっきね10連続5歩だった時にはもうね、ふざけんじゃねえと思ったけどま結果オーライとはいえね、いやでもね、当たったからいいですけど、あのね
10連続5分5分祭りはね、あれマジあの仕様はやめた方がいい。本当運営さん、あれはまずいよ、やっちゃまずい、あれは確かに。で星5か、あもう余裕ですよ、嬉しいよ、あ何着てもいい本当に。あいやもうどっと疲れたなんか、あやっぱ狙いのギャラ来るってやっぱきついなきつい戦いだった本当にマジで。うん、とりあえずよかった。あびっくりした、あもうヘロヘロだよ。これで完全なくなっちゃったんだよね、もう石がね。なんかもう賢者タイムっすね完全にもう、わあ嬉しいわ、ほんとベニッシャー最高、嬉しい嬉しい、かわいいしかっこいいし強いんだよねこの子ね。いやー嬉しいわー、ポジールやりました。とりあえずあピックアップ、これで引いていなかったですね乙女をですね全部ゲットしました。コンプリートっすね、いわゆる。やりました、ちょっと見ちゃおう。うん、一応育成じゃない、編成漁師ドレス一覧、うわー来てる、本当にいるよ、夏美ちゃんとベニシちゃんが、夢みたい。はあ嬉しい、やりました、ついに来たんで。しかも夏美ちゃん3回くらい出たんだよ確かね、やばかった。あー必殺技レベル3になってるいやー嬉しい、うん、というわけで無事今回の100連ガチャっすね、見事お目当てのキャラを引くことに成功しました。もうようこそ来てくださいました。まあでもねこれから育成してい、かなくちゃいけないんですけど、でも楽しみっすね本当に。うん、やばい、これでまた育成がなんかもう燃えちゃいそうなんかやばい、いやー疲れたけどでも楽しかった。うん、やばかった。あのね今回一応俺あの予算2万つったじゃないですか、でもって2万使い切りました。で最後の最後のあたり、あの正直なところ暴露してますと、あと1万ぐらいやっちゃおうかなっていう気持ちがね出てきちゃったんですよ。我慢しようという気持ちもあったんですけど、うん、でもってやらない理由をね、あのやらないための理由をどうにかね考えようとしていたんですが、うんでやらないための理由を考えていたんだけど、でもねやっぱりなんかついね、あのね、そうそう、自分のやっぱなんつうのか、あの心の弱さと言いますか、うん、心弱いっすね私あと10回回したいな、あと1万円分ぐらい買っちゃおうかなとかね本気で考えてたんで、よかった。うん、だから今月はなんだかんだ言いながら、この前1万でしょ、で今日2万だから3万と、あと なんかね金使ってんだよ確か、あ桜革命でなんかね1万ぐらいなんかやってたかな他にも確か。うん、ピックアップの前にちょっと1回回したいななんつって、それで確かなんか1万ぐらい使ってた気がするんだよな確かな、まあよく覚えてないんですけどなんかその覚えてねえって時点ですでにやばいんですけどねマジかよマグさんって感じなんだけど、あのね結構金つぎ込みました、なんだかんだ。うん、ちょっとねこれはまずいっすねやっぱ。うん、つぎ込めてもね、だからこれが限界でしたね。だからもしだから他にも、ね、キャラがいたとしても多分もう回せない。うん、やばいっすよやっぱり、ね、生活に支障きたしちゃうからやっぱり、うん、やっぱ子供言いますからねやっぱりね、うん、ダメなんですよやっぱり。うん、というわけでよかったっす、あのね無事当たることができました、しかも夏美ちゃんもゲットできた、嬉しかった。というわけであのね、まあ、当初の予定ではまあそのあの70連ガチャのつもりだったんですけど、あの課金しちゃいましてついに究極の100連ガチャやっちゃいました。
でも100連ガチャしてでも来てくれたからよかったですよ本当に。ありがとうございました。うん、あのねコマグちゃんにも協力してもらって、うん、コマグちゃんの運を少し分けてもらえたかなってのがありますねやっぱりね。うん、あの飯行っちゃいましたけどというわけで、あのね本日のガチャは終了というわけで、本日の動画はここまでにしたいなと思います。もうヘロヘロです本当に。もう性も子も使い果たした。今日これからちょっとね神崎すみれ物語をあのやろうと思ってるんですけど、ちょっと飯食って気持ちを落ち着かせてちょっと、うん、そっから始めたいなと思います。最後までご覧いただきまして本当にありがとうございましたまた次回ぜひよろしくお願いします。あのねここでお知らせなんですけど、コマグちゃんのですね高校入試がですねもうすぐあの最後の最終局面が迫ってきました。そう、公立高校の入試ですよ。それが終わったらまたライブ配信やりたいなと思います。久々ですね、2ヶ月ぶりになっちゃうんだよね本当にね。もうねあの皆さんにお会いできるのを楽しみにしております。うん、発表の前がいいなやっぱりな。うん、そう発表してあの発表があってもし万が一落ちてて微妙な空気のまま始めるの嫌だからで皆さんにもほら迷惑かかっちゃうから、うん、やっぱ、うん、あの発表かなんかを絡めるんであれば、発表かなんかであの合格した後っていうようなそんな感じもいいしね。うん、そんな感じかなやっぱり。うん、というわけでまたね、ライブ配信やるときには必ずあのお知らせいたします。というわけで本日は最後までご覧いただきましてってさっきも言いましたけど、もう一回最後までご覧いただきまして本当にありがとうございました。また次回ぜひよろしくお願いいたします。マーグでした。さよなら。バイバイ。当たった。やった。嬉しい。ああ、嬉しい。本当に。